視聴者の跡地が最適であると。長崎市の新たな文化施設は9年前に閉館した公会堂の代替施設で、前市長時代に市庁舎跡地での建設が決まり、今年度から設計に入る予定でした。しかし去年4月に就任した鈴木市長の意向で建設地を見直すことになり、市は文化団体などで作る審議会とまちづくりを検討する会との合同会議で再検討を進めてきました。今日の会合で市は候補地4箇所についての評価を示し、用地買収の有無や地盤の硬さ、津波の恐れのほか、にぎわいを生み出すまちづくりの視点からも当初の計画通り視聴者跡地が最適との判断を示しました。時間が経っただけで終わったなという、最初から分かっておりました。これは誰のための調査だったのか。一方、基本計画で66億から69億円程度と見込まれていた建設費は物価高騰のため増加する見込みです。市は官民連携の手法を検討する必要性も示しており、27年度中とされていた完成時期がどこまでずれ込むか見通せない状況です。1年近くかかってしまったことについてもですね、我々ちょっと反省すべき点もあるかなと思っております。スピード感を持ちながらですね、真剣に取り組んでいきたいというふうに思っています。